これより第2クォーターに入ります。磯野スーパースターズ相手陣12ヤードからのセカンドダウン7で試合再開。獲得まで残り8ヤード、タッチダウンまでは残り13ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック18番はエンドゾーンにパスを通しました。一気にタッチダウンを狙わんとするパス、ターゲットは15番でしたが、このパスはオーバースロー。攻撃権一つ失いサードダウンに変わります。ボールは元の地点に戻される。磯野スーパースターサードダウン。磯野スーパースターズサードダウン7、ボールオン相手陣12ヤード。さあここで中央へのランプレーで突破を図ります。キャリアは22番。しかしこれは大阪ガスのディフェンス陣踏ん張りまして、フォースダウンに追い込みます。6ヤードほどキン、しかしファーストダウンには至っておりません。託されましたのは22番の今井、金沢大学出身のプレイヤーでしたが、ここはしかし大阪ガス踏ん張っております。さあ磯野フォースダウン2どうするかですが、ここでフォーメーションを変えました。フィールドゴール到来、キックによる3点を狙います。託されましたキッカーは43番の西脇、岐阜大学出身。キック成功、3点獲得です。ここでキッカー西脇、キックレングス26ヤードのフィールドゴール見事決めまして、3点先制を挙げる形に成功しました。磯野スーパースターズ3点、大阪ガススカンクス0点となり、磯野先制に成功です。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けて2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点が入ります。さらにタッチダウンはその後にもうワンプレーのボーナスがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外のパターンとしては自分たちの自陣のエンドゾーンで倒される自殺点セーフティーがあります。これらいろいろな得点パターンの組み合わせにより試合が引き分けになりにくい得点構造になっています。さあそして試合は得点を挙げた磯野のキックオフで再開となりました。磯野素晴らしいカバーでこのリターンを阻止します。大阪ガス自陣20ヤードを超えた地点からの攻撃となります。このようにアメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を上げた側がキックオフする形で試合が再開します。結果的に相手が攻撃を得やすい形になっています。リターナー6番川上雄介選手、5ヤードのリターン、攻撃権はイエローのユニフォーム大阪ガス近くした。さあその攻撃権を生かしまして大阪ガスはこのシリーズ得点に結びつけ、この状況を打開できるでしょうか。ボールオン自陣21ヤードから大阪ガスファーストダウン10。さあ中央のランプレーでしたが、これは磯野59番がナイスタック。大阪ガスはそのランプレーによってまず状況打開を図ろうとしましたが、これは磯野の59番のタックルによってゲイン1ヤードに阻止されています。磯野59番は中川、金沢大学出身。大阪ガスセカンドダウン内、このプレーは抜けている、まだいっている、ナイスゲーム、ファーストダウン。ここで大阪ガスは左に展開したオイドレシーバー11枚のショートパス、ここからのキャッチアンドランを図らせました。この期待に応えまして11番見事に相手ディフェンスをかわしまして、一気に攻撃権更新としています。大阪ガスファーストダウン、見事なステップワークで攻撃権更新を果たしました。ワイドレシーバー11番は平田、京都産業大学出身。大阪ガス自陣47ヤードからファーストダウン10。
パス不成功。クォーターバック18番、今度は右に展開したワイドレシーバー1番へのパスでしたが、1番これをキャッチミス、パス不成功という形でセカンドダウンに変わります。大阪ガス自陣47ヤードからセカンドダウンって、ファッサーコーファッサー、クォーターバック18番、再びワイドレシーバー1番にパス、これを今度は1番カバーされながら見事キャッチしまして攻撃権更新です。磯野、失礼しました、大阪ガスファッサー見事なキャッチを決めました。ワイドレシーバー1番はコー、江南大学出身。大阪ガス相手陣42ヤードに入りましての43ヤードに入りましてのファーストダウンテ、これは磯野踏ん張ります。この状況で大阪ガスはランプレーを投入しました。パスに警戒していると判断してのここのランプレー投入でしたが、磯野ディフェンス陣踏ん張りましてこのランプレーノーゲインとしています。反応は良くゲインは1ヤード、大阪ガス時間のゲインは1ヤード、ゲイン1ヤードに訂正します。大阪ガス相手陣42ヤードからセカンドダウン内、パス不成功、パス不成功です。クォーターバック18番、プレッシャーありながら右に流れてパスを投じましたが、走りながらだったためパスの勢いがなく失速、あわやインターセプトという状況でしたが、結果的にはパス不成功に終わっています。ダウンは1つ失いサードダウンに変わります。大阪ガス2つサードダウン、ファーストダウン獲得まで残り9ヤード、大阪ガス相手陣42ヤードからサードダウン内、ここで大阪ガスが前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。大阪ガスはここを勝負どころと見ましたが、ここで前半1回目のタイムアウトを取りました。大阪ガス前半1回目のチームタイムアウト、さあこのタイムアウトを使いまして大阪ガスはどのようなプレーを用意するでしょうか。さあその答え合わせに入ります。タイムアウト解けまして大阪ガス3回目の攻撃に入ります。相手陣42ヤードから大阪ガスサードダウン内、インタイムアウト解けまして大阪ガスチャンスサードダウン、ファーストダウン獲得まで残り9ヤード、パス成功、タッチダウン、ここでクォーターバック18番はパスプレーを選択しました。縦に上がりましたワイドレシーバー11番、ディフェンスを振り切ってこのパスをキャッチ、そのまま一気にエンドゾーンに囲んでタッチダウン、平田選手そのままボールをエンドゾーンに持ち込みタッチダウン、大阪ガス6点獲得となりました。6点を獲得、そしてトライフォーポイント、タッチダウンの後のワンプレーに挑みます。大阪ガスはキックによってこのワンプレーを決めようと選択しました。トライフォーポイント、
キッカーは22番の今井、失礼しました、キッカーは22番の清家、関西大学出身。このキックはしかし失敗、6点止まりとなりました。大阪ガス区間複数6点、磯野スーパースターズ3点、しかしこれによりまして大阪ガス逆転となりました。大阪ガス区間複数逆転。ジュニアトーナメント準決勝のもう1試合、2試合目はその最初の段階から同じく拮抗した戦いでしたが、第2クォーター双方に得点を挙げ、その試合の優劣が様々に入れ替わる形の目まぐるしい展開となっています。その中で大阪ガスが見事タッチダウンを挙げまして、この状況を逆転することに成功しましたが、その大阪ガスのキックオフで試合再開となります。さあこのキックオフリターンで磯のスーパースターズはどのようなリターンを見せるでしょうか。キックはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。キックオフのボールが相手陣のゴール前にゴールの中に入りますとタッチバックとなりまして、そこでプレー終了という扱いになります。この場合リターンチームは自陣25ヤードからの攻撃を入れる形になります。しかしリターンする権利は結果的には使うことができない格好になりました。攻撃権は磯野のスーパースターズ自陣25ヤードから。大阪ガスはこのキックオフリターンを避けるためにあえて奥深くに蹴り込んだと思われます。磯野スーパースターズ自陣25ヤードからの攻撃に入ります。磯野スーパースターズファーストダウン10。さあこのランプレーが出ました。ナニバック打たれば、ハンドオフを受けて中央に飛び込みまして、タックルを受けながら見事なステップワークによって約8ヤードのゲインに変えています。キャリア7番は赤岡、南山大学出身のプレイヤーです。磯野スーパースターズセカンダウン2。スーパースターセカンダウン、ファーストダウン獲得まで残り2ヤード。磯野スーパースターズファーストダウン、今度はオプションプレー、クォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーで、ランニングバック25番にトスをピッチを投げまして託しました。この期待に応え25番見事攻撃権更新を果たしまして、磯野スーパースターズファースター、攻撃権更新を果たしたランニングバック25番は宮部、北海道大学出身のプレイヤーです。磯野スーパースターズ自陣40ヤード近からファーストダウン10。磯野スーパースターズファーストダウン10、ボールオンは自陣40ヤード。パス成功、ファースター、パス成功、磯野スーパースターズファースター。ここでクォーターバック18番はパスプレーを選択しました。密集点にありました11番、これをタックルを受けながらキャッチしまして攻撃権更新です。磯野スーパースターズファースター、素晴らしいキャッチを決めましたのはワイドレシーバー11番の松永、四日市大学出身のプレイヤーです。49ヤード近からファースター点。磯野スーパースターズ相手陣49ヤードに入りましてのファーストダウン10。パス成功、タッチダウン、ここでクォーターバック18番一気にロングパス、そのパスをワイドレシーバー15番ディフェンスを振り切ってそのままエンドゾーンに飛び込んだ。
磯野スーパースターズビッグプレーで6点を獲得し逆転としました。そしてタッチアウトの後のワンプレートライフォーポイントに入ります。磯野スーパースターズトライフォーポイント、タッチアウトの後のボーナスポイント。キック成功、1点追加、磯野スーパースターズ10点、大阪ガスカンクス6点となりました。コーターバック18番田中健選手からワイドリシーバー11番松永拓也選手への、さあこの状況磯野はタッチダウンで取り返し再逆転を果たしました。3番西脇慎二選手、目まぐるしい展開になりました。この準決勝第2試合非常に見応えある攻防がこの第1クォーター広く繰り広げられております。磯野スーパースターズ逆転。その磯野スーパースターズのキックオフで試合再開となります。さあこのキックオフリターンで大阪ガスはどのような状況を作り出すことになるでしょうか。大阪ガス6番がリターン、磯野のディフェンスのカバーがありまして大阪ガス自陣25ヤードからの攻撃となります。大阪ガスリターナー6番は川上でした。桃山学院大学出身。大阪ガス自陣26ヤード近からファーストダウン10、大阪ガス26ヤードからのファーストダウン10。パス不成功、まずパスプレーから入りました。ターゲットは1番でしたが、1番このパスタイミング合わなかったかキャッチできませんでした。パス不成功となりセカンドダウンに変わります。大阪ガスセカンドダウン10、ボールは自陣26ヤード。磯野ナイスです。キュービーサック、ここでクォーターバック自ら走り、その足によって状況打開を図りましたが、これを磯野72番見事対応しまして1ヤードロス、キュービーサックとしています。磯野スーパースターズ72番は山口、岐阜大学出身。大阪ガスサードダウン11、キュービーサーク、今度こそクォーターバック下がりましてパスを投じようとしましたが、これを磯野52番が殺到しまして、キュービーサーク10ヤード以上ロスの形になりました。見事 QB サックしましたのはそのスーパースターズ52番の松本、日本大学出身。大阪ガスフォースダウンでパントフォーメーションを選択します。ここで磯野がプレッシャーをかけましてパントを思うように蹴れませんでした。自陣脱することできず大阪ガス陣40ヤード付近で攻守交代となります。その地点から磯野スーパースターズの攻撃、攻撃権変えまして磯野スーパースターズの攻撃に入ります。磯野相手陣36ヤードの絶好の位置からファーストダウン10。残り時間3分56秒。
インターセプト、ターンオーバー。ここでクォーターバックジワちゃんは一気にロングパスを投じました。さらなる加点を狙わんとして投じましたパスですが、これを取ったのは大阪ガスならばインターセプトになり攻守交代となります。ターンオーバー。見事インターセプト決めましたのは大阪ガススカンクス7番の島田、大阪産業大学出身。さあ大阪ガス攻撃権を得まして自陣10ヤードですが、この位置からの反撃に入ります。大阪ガスファースター。さあここでホイッスルが鳴りました。審判団状況の再確認しまして試合再開です。大阪ガス自陣10ヤードからファーストアウンテン。さあランプレーから入りましたが、しかし磯のディフェンスまだ勢いあります。中央へのランプレーを敢行しました28番も磯のスーパースターズディフェンスに殺到しましてノーゲイン。むしろ1ヤードロスを奪っています。大阪ガスセカンドダウン11、ボールオン自陣9ヤード。これも磯のディフェンス陣が殺到します。プレッシャー浴びながらクォーターバック右に展開した1番にパスを投じましたが、これを磯のスーパースターズ59番見事に対応しまして、ほとんどゲインを与えておりません。サードダウンに変わります。59番は田中、龍谷大学出身。大阪ガスサードダウン10、ボールオンは自陣10ヤード。パス不成功。これをなんとかパスで打開図らんとクォーターバック18番下がりましたが、プレッシャーからパスを投じる勢いのあるパスを投じることができませんでした。フォースダウンと変わります。大阪ガスチャンスフォースダウン、パーソナル獲得までは残り10ヤード。大阪ガスフォースダウン10、パントフォーメーションを選択します。パンターはエンドゾーンの中にいる状況になっています。さあ磯がリターンに入る。磯の相手陣35ヤード付近からの攻撃を得ます。攻守変わりまして磯のスーパースターズの攻撃に入ります。前半残り時間は2分17秒。磯のスーパースターズ相手陣34ヤードからファーストダウン10。ラニバック22番ハンドオフを受けまして左オープンに展開。味方ブロッカーを生かしながら見事なステップワークで約8ヤードのゲインを奪っています。キャリア22番は今井、金沢大学出身。磯のスーパースターズセカンドダウン2、ボールオンは相手陣26ヤード。磯のスーパースターズセカンドダウン。ここでモーションで入ってきたワイドレシーバー1番にハンドオフしての中央へのダイブプレー、レシーバーを中央突破するという奇策を展開しましたが、ゲインは1ヤードにとどまっております。キャリア1番は箕浦、岐阜大学出身。
ここにチアロ。磯野サードダウン残り1ヤード、ボールオン相手陣25ヤード。さあ中央へのランプレーを敢行した磯野スーパースターズファースター。今度はランディングバック7番がボールを託されまして中央を突破し攻撃権更新を果たしています。磯野スーパースターズファースター。チームタイムは磯野スーパースター前半1回目。ここで磯野前半1回目のタイムアウトを使います。試合前半残り時間は46秒で止まりました。現在状況としては磯野が相手陣深く攻め入って有利な状況になりますが、この前半残り時間46秒がなくなりますとこの状況は全てリセットという形になります。逆に言いますと磯野はこの状況をこの時間内に得点しなければ生かせません。言い換えれば大阪ガスはこの時間内で得点を奪われなければこの状況を打開することが可能です。さあこのタイムアウトでどのような策を講じることになったでしょうか。ボールオン相手陣22ヤード、磯野スーパースターズファーストダウン10。前半残り時間46秒。さあ、クォーターロック自ら中央へ切り込んだ。オプションプレーで自らキープし、約5ヤードゲインですが、ここでホイッスル。自らボールをキープし、地方都心、5ヤードのゲイン。チームタイムは磯野前半2回目のタイムアウトをここで使いました。磯野スーパースターズ前半2回目のチームタイムアウト。前半残り時間は37秒で止まっております。状況は相手陣18ヤードの位置に磯野あります。ダウンはセカンドダウン、攻撃権更新、残り距離は5ヤード、エンドゾーンまでは残り17ヤードの状況での攻撃に入ります。前半残り時間は37秒。パス不成功。ここでワイドレシーバー4番へのパスを投じましたが、これは大阪ガスディフェンス厚くパス不成功に終わっています。前パスは失敗ですとそこでプレー時計が止まる形にもなります。従いまして時計は現在前半残り32秒で止まっております。磯野サーダウン5、ボールオン相手陣17ヤード、前半残り時間は32秒。ナイスラン、ファースター。ここで意表をつくようにランニングバック25番にハンドオフ、すれ違いざまで25番右オープンを展開しまして攻撃権更新を果たしています。また外へ出たためこの時点で時計が一旦止まります。磯野スーパースターズファーストダウン、素晴らしい判断のランプレーを決めましたのは25番の宮部、北海道大学出身。前半の残り時間は24秒。磯野スーパースターズファーストダウン2ゴールに入ります。ボールオンは相手陣7ヤード。さあ残り4回の攻撃で得点を狙います。しかし時間も残り24秒。
このパスは不成功。パスは不成功。まず最初のプレーはパスとしました。内側に切れ込んできたワイドレシーバーへのパスを投じましたが、しかしこれはディフェンスのカバーあり、パス不成功となっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。前半残り時間は19秒。磯野スーパースターズセカンドダウントゥーゴール、残り7ヤード。パス不成功。今度はワイドレシーバー15番がターゲットでした。外へ展開させてのパスでしたが、このパスは不成功となりサードダウンに変わります。磯野スーパースターズサードダウン2ゴール、残り7ヤード。前半残り時間は13秒。さあ大阪ガス、これをしのげるか。ここで中央へダンプ、しかしここは大阪ガス阻止、フォースダウンに持ち込みます。しかしここはあまり原因はありません。ここでホイッスル。ここで磯野スーパースターズ前半最後のタイムアウトを使いました。試合時間残り 2秒の段階で取りましたので、この時点で時間が止まった形になります。前半残り時間2秒です。相手の反撃の機会をわずかでも残さないため、ギリギリの状況でタイムアウトを取ったと思われます。そして体型を変えましたフィールドゴールトライです。キックによる3点を狙います。磯野フォースダウン2ゴール、残り7ヤード、フィードゴールトライ。ここでホイッスル。チームタイム、大阪ガス。ここで大阪ガスも前半2回目のタイムアウトを取りました。キッカーの集中力を削ぐため、ここでタイムアウトを使います。チームタイムアウト。タイムアウトそのものが駆け引きの交渉カードとして使うかのような素晴らしい攻防が見受けられております。さあこのタイムアウト解けまして試合再開となります。磯野スーパースターズフォースダウン2ゴール、フィールドゴールトライ。キックレングス22ヤード。キック成功、3点追加となりました。磯野スーパースターズ13点、大阪ガススカンクス6点。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了です。磯野スーパースターズ前半を終えまして、大阪ガススカンクス6点、磯野スーパースターズ13点、磯野スーパースターズワンタッチダウンリードで前半戦終了となりました。3点を加点しております。ここまで前半終了いたしまして、非常に白熱した攻防となりました。前半戦互いにキック、そしてタッチダウン、そしてフィールドゴールでおいてお互いに逆転しようという凄まじい攻防の入れ替わりは、現時点ではそのスーパースターズがワンタッチダウンリードを奪う形で前半終了というふうになっております。双方ともその打開策をこのハーフタイムで見出すことができるでしょうか。このインターバルの間、一旦私も音声をオフにさせていただき、試合再開の時を迎える時にまた再び音声を入れさせていただきます。